ドーバー海峡海戦は、第一次世界大戦中の1916年10月26日から27日に、かけて、イギリス軍と、ドイツ軍との間で戦われた海戦。ドーバー関の破壊や、海峡内での船舶攻撃を目的として、ドーバー海峡への襲撃を実行したドイツ軍、フランドル隊の水雷艇部隊が、イギリス軍の駆逐艦フラートに追加され、 イギリス軍の増援部隊と戦闘になった。夜明けまでに、イギリス軍は、駆逐艦一隻、輸送船一隻と何隻かのドリフターを失った。1916年10月、ようやく2個水雷隊が増援として、フランドル隊へ送られた。第3水雷隊と第9水雷隊がフランドルへ移動したことは、海峡の戦力バランスに、すぐに影響を与えた。 以前は、フランドル隊は、大型水雷艇3隻とそれより小型の永久水雷艇を数隻保有しているのみであったが、増援到着後は、大型水雷艇23隻を有するようになり、イギリスのドーバーパトロールとの交戦が可能となった。大型水雷艇の不足のためフランドル隊は、数ヶ月にわたりドーバーパトロールに対する攻撃を行っておらず、 それゆえこの地域のイギリス軍の防備は緩んでいた。増援を得て、フランドル隊の指揮官、ルートビヒフォンシュレーダーは、ドーバー関やイギリス海峡内の船舶を目標とした、ドーバー海峡への攻撃の実施を決めた。ドイツ軍による攻撃に備えて、イギリスは輸送船の夜間の海峡通過を禁止していたが、ドーバー関は攻撃に対する備えはできていなかった。 シュレーダーの二十三隻の水雷艇に対し、ドーバー席を守るのは旧式駆逐艦フラートと、ヨットオンブラ、トローラー HE ストラウドのみであった。四つのドリフター隊が、ドーバー席の網を張っていたが、そのドリフターの武装は、ライフル一つのみであった。席の警備部隊に加え、襲撃に備えて六隻のトライバル級駆逐艦が、ドーバーに配備されており、またハリッチ部隊が、 ザ・ダウンズに分散配置されていた。ドイツ軍の水雷艇は4つのグループに分かれ、それぞれが海峡内の別の場所で攻撃を行った。ドーバー関へ向かった、ドイツの第5反対はすぐに、防戦網の維持を行っている、第10ドリフター隊のドリフター5隻と接触し、攻撃を開始した。砲撃の音を聞き、ドリフター隊の護衛フラートは、 所属不明の艦艇に接近して追加した。それに対し、相手は同じような信号で答えた。フラートの艦長は混乱し、接近してくる艦艇は連合国の駆逐艦であり、ドリフターは潜水艦によって攻撃されたのだと判断した。また、フラートからボートが一石沈没しつつあるドリフターの乗組員救助に向かった。一方、ドイツの水雷艇は、 ドリフターから駆逐艦の方へ目標を変え攻撃を行った。それは完全な奇襲となった。数で勝るドイツ軍から逃れることはできず、短い戦闘の後砲撃と雷撃でフラートは沈められた。フラート撃沈後もドイツ軍は席への攻撃を続け、第8ドリフター隊と第16ドリフター隊のドリフターを一隻ずつ沈めた。 第5反対が撤収するまでに6隻のドリフターが沈み3隻のドリフターとトローラー HE ストラウドが損傷した。ドイツ軍による襲撃の法を受けたイギリス当局はドイツ軍撃退にために6隻のトライバル級駆逐艦アマゾン、モホーク、バイキング、ターター、コサック、ヌビアンを援軍として派遣した。命令を誤解釈したため派遣された。 駆逐艦部隊を率いるバイキングのオリファント中佐は6隻を一つの部隊としてまとめなかった。オリファントは6隻の駆逐艦をバイキング、モホーク、ターターとヌビアン、アマゾン、コサックの2つに分けた。ヌビアンは他の駆逐艦よりかなり先行し沈没しつつあるフラートのもとに最初に到着した。一方、ドイツの別の反対がフランスから戻る。 途中の空にのイギリス輸送船クイーンを捕捉した。ドイツ軍はクイーンに乗り込み、上院を対戦させた後クイーンを沈めた。ドイツの第17反対と接触したヌビアンは、フラート同様ドイツの艦艇を、友軍の者と誤認した。砲撃を受けたヌビアンは、ドイツの水雷艇に体当たりを試みたが、魚雷の命中で艦首が吹き飛び漂流する残骸と化した。 すぐにアマゾンとコサックがヌビアン救援に現れ、ドイツの水雷艇と交戦し始めた。複数の命中弾を受けボイラー2機が破壊された、アマゾンは撤退した。一方、バイキングの部隊の方もドイツ軍と接触した。そのドイツ軍はゼーブルヘへ戻る途中であった第18反対であり、通過する際にイギリスの駆逐艦と交戦した。 バイキングは無傷であったが、ドイツ軍が沿岸の安全な場所へ逃げ切るまでにもホークは複数の命中弾を受けた。海戦の終わり頃、ドーバーパトロールの司令部はフランドルへ戻る途中のドイツ軍を攻撃しようとダンケルク隊を派遣したが、それに捕捉される前にドイツ軍は撤収完了した。イギリス軍はドイツ軍によるドリフター隊への襲撃阻止に失敗し、 6隻のドリフターと駆逐艦フラート及び輸送船クイーンを失った。加えて駆逐艦3隻、ドリフター3隻、トローラー1隻が損傷した。人的損害も大きく、45人が死亡し4人が負傷、10人が捕虜となった。ドイツ側では損傷したのは水雷艇 G91 のみであり、死傷者は皆無であった。 この成功により、以後ドイツ軍は、イギリス海峡への襲撃を推進するようになった。ドイツ軍の襲撃は、フランドル隊の第3及び第9水雷隊が、太陽艦隊へ、配置転換される1916年11月まで続いた。ありがとうございます。